気に入ることは、北アメリカ大陸の北西部のカナディアンロッキーに存在する小さな湖の一つである。また、ロブソン川の流れの途中に存在するいくつかの湖の一つでもある。北緯53の04分35秒整形119度11分03秒。 北緯53.076435790061度整形119.18426808度53.076435790061-119.18426808から撮影したキニーコ。なお、右側に見える山がロブソン山。後方の遠くに見える山はホワイトホーン山である。キニーコは おおよそ北緯53度04分57秒、成形119度11分34秒付近に位置しており、ここはカナダのブリティッシュコロンビア州に属している。湖面の標高は約984メートルである。この湖はロブソン山の山麓に存在しており、この付近は同州によってロブソン山州立公園に指定されている。また、この湖の北岸側を通る、 遊歩道も整備されていて、同じく北岸側には一箇所キャンプ場も設置されており、そこには小屋も作られている。ちなみに、イエローヘッド高速道路の一部にあたる、ブリティッシュコロンビア州高速道路16号線の近くに、下記の間だけ解説されている、ロブソン山州立公園のビジターセンターから、キニーコまでは比較的平坦な道のりであり、大体2時間から4時間で行くことが可能である。 ところで、キニー湖は、ロブソン川の途中に存在する湖の一つであるわけだが、この湖は、ロブソン川の源流と、ロブソン川の終点との中間地点よりも、やや下流側に位置している。なお、この湖の名称は、ジョージ・キニーの名を取ったものであり、カナダ人で、トロント大学に所属する地質学者であった、アーサー・コールマンが命名を行った。なお、ジョージ・キニーは、 アーサー・コールマンの友人であり、共にこの湖の周辺地域を調査した人物であった。キニーコ以外でロブソン川が流入し、同じくロブソン川が流出している湖としてはバーグ湖が挙げられる。ロブソン川の源流であるロブソン氷河とロブソン川の終点であるフレーザー川との合流点とを直線で結ぶとキニーコは大体中点に位置している。 しかしながら、ロブソン川は、リアガード山やロブソン山の北から西側を介して、南へと流れているため、川筋で見ると、キニー湖の位置は、中間地点よりも、下流側にあたる。AB キニーレイクブリティッシュ、コロンビアジオグラフィカルネームズ、ハット AB ブリティッシュコロンビア州、ロブソン山州立公園のバーグ湖周辺散策路、ブリティッシュコロンビア州。 ロブソン山州立公園のバーグ湖周辺散策路、ロブソン山州立公園のビジターセンターと、その周辺散策について、P2 期にイレクトロールの項目、アーサー・コールマン、ザ・カナディアンド・ロッキーズ、ニューアンドオールド・トレイルズ、マウンテン・クラシックス・コレクション P145、ロッキー・マウンテン・ブックス ISBN 9長7818億9476万5763、 ありがとうございます。